アジア杯準々決勝日本一のニーラン2024年2月3日カタールアルラヤン写真イランに敗れ落胆する日本代表の右から中山三苫、鈴木らカタールで開催中のサッカーアジア杯は3日準々決勝が行われ日本代表世界ランク17位がイラン代表同21位に敗戦 アジア1位と2位の直接対決という今大会注目の大一番212で敗れ、2大会ぶりに8つよで姿を消した。一方、イランは22年 W 杯カタール大会以降の無敗記録を17に伸ばし、2大会連続の4強入りを果たした。痛恨だったのは11で迎えた後半アディショナルタイム。タクラコー、ボルシア MG。 がクリアしようとジャンプするが、空振りの状況となり、詰めてきたカナニを倒してしまい、PK を健常した。これをジャハンバフシュに決められ、八つよで散ることになった。試合後、イタクラは、本当に申し訳ない気持ち、と肩を落とし、チームメイトにもそうですし、日本から応援してくれている人たちもたくさんいたと思う。今日の敗因は自分にある。 センターバックの自分がもっと良いパフォーマンスをしていれば、日本は勝てたと思うので、非常に申し訳なく思っています。と、言い訳をせずに、自ら責任を被った。問題の場面については、一つ前の時点でクリアできればよかった、という反省点に加え、後ろから走ってきた相手をちゃんと見えてなかった。そこの視野の狭さを反省しないといけない、と厳しく自己採点した。 周囲からの声は聞こえていたが、ボールに対応してしまい、走り込んできたカナニへの意識が薄かったという。この試合では、前半24分に早々とイエローカードを受けた。早い段階で受けた警告に、難しくしてしまった、と反省したが、それ以前に一つ一つの局面でのプレーの精度に問題があると話し、最後もその前の失点も全部、自分のところから、 責任を感じています、と話した。後半10分に失点した場面は、FW アズムンに立てパスが入った瞬間に板倉は MF もヘビに背後を取られ、同点弾を許していた。また、体調不良にはついては詳しく言及しなかったが、ああいうパフォーマンスをしている時点で、代表選手としてピッチに立つ資格はない、とも口にした。イランはロングボールを軸に攻めてきた。 アジアでは多くなる相手の戦術、相手の自由にやらせてしまっていた、と対策が不十分だったことも悔いた。最後に板倉は、こんなに自分自身でゲームを壊すことは今までなかった。それを勝たないといけない状況でやってしまったこと、自分の力のなさが出たなと感じている。よりサッカーに向き合って、やっていかないといけない、と自らを律していた。